よし、次は右。うん、問題なさそうだね。でも気をつけた方がいい。わかった？うん、わかった。ところで師匠、まだ今日の巡回ルート図をもらってないけど。今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それにあいつらがまたルート上に現れるかもしれないしね。私も神の目を持ってるのに全然役に立ててない。そんなこと言うなよ。それは君が今考えるべきことじゃない。君たち来たの？体の調子はどう？ここに残るって決めたからにはオイラたちも役に立ちたいんだ。君たちって暇に耐えられないタイプなの？ま、じゃあ今日はコレイとガンダルバー村の南側を見回りしてきてもらおうかな。もし体力に自信があるなら七天神像の掃除も任せていい？ティナリさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。僕たちは先に森に入るから、あとはコレイから聞いて。うん、私に任せて。コレイ、今日は何をするんだ？さっきティナリは七天神像の掃除って言ってたよな。レンジャーがそんなことまでするとは思ってなかったぜ。うん、実はレンジャーがやることの範囲って結構広いんだ。道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に旅の人や住民たちの手助けとか。師匠はウリンにある危険なエリアの処理もしてるよ。とりあえず道の街灯を確認しながら七天神像まで行こう。ファイモン、旅人、こっちだ。私が街灯を確認するから、近くに異常がないかどうか見てくれるか？この二つの明かりは問題なし。さあ、前に進もう。これちょっとぐらついてるな。メモしておこう。よし、この明かりも大丈夫。七天神像はあの巨大な岩の上だ。お前たちもこの道を通ったなら気づいたんじゃないか？ちょっと高いよな。登るのがきつかったら無理しなくていいよ。師匠は気にしないから。そうか、じゃあ任せる。心臓の周りのスペースは少ないから気をつけて。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を掃除してやれるしな。ところでこれいい、掃神ってどんな神なのか知らないか？それってマハルカデバータのこと？それともクラクサナリデビ？おえ、マハルカデバータ？あ、もしかして前の宗神の名前なのか？そうだよ、マハルカデバータはスメールの初代宗神様だ。彼女がウリンを作り、砂漠の防砂壁を置いてくれたおかげでみんな平和に暮らせるようになった。スメール人にとって彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも彼女は何百年か前の災いで姿を消しちゃったんだ。その後賢者たちが新しい宗神様を見つけて
彼女をスメールに迎え入れたんだって師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って、賢者たちは彼女をクラクサナリデビと呼んで、スラサタンな聖書に住まわせたんだ。うんうん、それで？それから、うん、あとはよく知らない。え、お前も知らないのか？もしかしてコレイはスメール人じゃなかったり？いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし話しにくいのか？もしそうだったら気にしなくていいぞ。いやいや、違うんだ。隠すつもりはないよ。それにお前たちは私にとって赤の他人なんかじゃない。その、お前たちもアンバーのことは知ってるだろ？おい、それってまさか。以前モンドにしばらくとどまってたことがあるんだ。その頃私はアンバーにいろいろ助けられて、彼女が私を変えたと言っても過言じゃない。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて正義感が強いんだ。行動力はもちろん思いやりにもあふれていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初にアンバーに出会う。彼女の熱意に触れてあの土地を好きになるんだ。ああ、偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど、お前が本当にアンバーを好きなことは十分感じ取れたぞ。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かってなんだか親近感が湧いたぜ。でもなんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ？ああ、実はスメールに帰った後もアンバーとは手紙でやり取りしてきたんだ。手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。でもあの時は旅人が昏睡状態から目覚めたばかりだったから言わないことにした。そうだったのか。ああ、だから安心してくれよ。お前たちのことは絶対信じる。宗神様のことももっと教えてあげたいところなんだけど、長い間スメールにいなかった上、本とかもあんまり読めてなくてごめん。大丈夫だ。さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。何しろオイラたちはマハールッカ・デバータやスラサタンな聖書すら知らなかったからな。少しでも役に立ててよかった。でもどうして宗神様の情報を知りたいんだ？そうだったのか。教えてくれて
ありがとう。そうかしこまるなよ。オイラたち友達だろ。よし、それじゃ上で心臓をきれいにしようぜ。うん、よろしくな。私はそこの雨よけテントを確認しに行くから、終わったらここら辺で落ち合おう。でよく見てなかったけど、この神様小柄だぞ。うん、これはマハールッカデバータなのか、クラクサナリデビなのか、お前はどう思う？うん、そうかもな。この心臓結構古そうだし、まあいっか。きっとこの辺の情報もそのうち手に入るよな。さあ、心臓をきれいにしようぜ。オイラが飛んで上の方を拭くから、お前は下の方を拭いてくれ。心臓もきれいになったし、降りてコレイと合流しようぜ。風よ、これいい、戻ったぞ。お疲れ様。登ったり降りたり大変だっただろう。水と食べ物も持ってきたから、ここでしばらく休憩しよう。コレイはもう知らないやつじゃないんだし、それに食事をする人間の熱意は料理人に対する一番の称賛だぜ。今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持ってきた。口に合うかどうかはわからないけど。やばい、落ちちゃったぞ。平気平気、油脂で何重にも包んであるから中のピタは汚れたりしてないはずだ。はあ、焦ったぜ。これ、うまいぞ。うん、これって料理の腕がいいんだな。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないとオイラは心が痛むあまり眠れなくなるところだった。それは大げさだろ。でもそんなに気に入ってくれたんなら、今度レシピを書き写してやるよ。コツも書いておくから安心してくれ。すぐ覚えるよ。ありがとな、コレイ。お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。でもティナリは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでるとき、たまに机の上にあるものを倒しちゃうけど、こいつは絶対にオイラを責めたりしないぞ。要するに誰にだってうっかりすることくらいあるんだ。いや、そうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人だってわかるはずだよ。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって先輩に聞いた。一族の人たちはみんな頭が切れて、ほとんどが人嫌いらしいけど、師匠はとても温かくて親切な人だ。そうだ、教令院って聞いたことないか。なんとか派ってやつ。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。
それで学院の賢者は何度も手紙を送ってきて、教練院で働かないかって師匠を誘ってた。でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。だよな、私もそう思う。とにかく教練院にだって行けたはずなのに、師匠はレンジャー長になることを選んだ。毎日森の住民を助けたり、部下たちに様々な知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらったんだよ。本当か？それは予想外だったぜ。そういえば昨日気を失ったお前を見つけた後、あいつは何にも疑わずに治療してくれて、ガンダルバ村まで運んでくれたのもティナリだったんだよな。けどやっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。だってあいつは道中オイラをずっと非難するような目で見てたんだ。ごめん、それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンがどうしようこいつ死ぬのかってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で、師匠怒っちゃって。おいお前笑うな、お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれ今で。うわー、ムカつく。ふん、お前たちの頭を鳥の巣にしてやるぜ。私に触んだ。これ、その、ごめん、オイラそんなつもりじゃ。私は今、いや、そうじゃない、そうじゃないんだ。これどうしたんだ、大丈夫？平気だ、もう大丈夫。本当にごめんなさい、びっくりしたよな。そうだ、そろそろいい時間だし、早くガンダルバー村に戻ろう。師匠たちももう帰ってきてるはずだ。今のは何だったんだ？これ大丈夫かな？足が速すぎてもう見えなくなっちゃったぞ。こんな風に暇をもてあそぶことになるとは、笑えるな。あ、旅人さん、君たちも戻ってきたんですね。こんばんは、コレイを見かけなかったか？コレイならさっき部屋に戻るのを見ましたよ。そっか、どうやら今日は無理みたいだな。また明日にしようぜ。一晩中考えてみたけど、コレイがどうしてああなったのか、オイラやっぱりわからないぞ。
もう気分は良くなったかな。コレイのところへ行ってみようぜ。君たちか。ちょうど探しに行こうとしてた。あれ、ティナリがなんでここにいるんだ。コレイは？コレイの様子を見に来たんだ。簡単に言えば病気になった。病気？まさか。あ、ひょっとして昨日のオイラのせいなのか。心配しなくていい。おちびちゃんがここまで深刻な事態を引き起こすことはできないよ。これはコレイの持病なんだ。まあ実を言えば、確かに君たちが来たこの数日、コレイは興奮しすぎて自分の体の状況に気づかなかったっていうのもあるけどね。無理もない。何しろコレイはもう長いこと友達に会っていなかったんだ。ティナリ、コレイは一体。場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。コレイは寝てるぜ。病気が治ったらまた来よう。荒野にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。さ、さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことは、さっきコレイが話してくれた。リーユエと稲妻での正義感ある行動についてもちょっとは知ってる。でも先に言っておくけど、コレイに関することを君たちに教えるのは君たちの身分や経験とは全く関係ない。理由は一つ、コレイに頼まれたから。正直言うと、コレイの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレイ曰く君たちが友達として誠実に接してくれたから、コレイも同じように君たちに接するべきなんだってさ。ティナリ、コレイは何の病気にかかってるんだ。持病って言ってたけど、まさかずっと前から病気だったのか。そうだ、コレイはまだ小さい頃にマリン病という病を患ってしまった。マリン病？これはスメール特有の疾患でね、患者の体に灰色がかった黒い鱗状組織が現れることからその名が付けられた。最初は皮膚が変化した部分に少ししびれを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指に力が入らなくなり、時には感覚がなくなることもある。そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり、やがては完全に動けなくなってしまう。それ結構怖くないか。待った、まさかこの間コレイがうっかりしたのも原因は。うん、マリン病の影響だよ。だからコレイにはなるべく物を持たせず、自分を傷つけさせないようにしてる。適切な治療方法を取れば病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけど、マリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレイの母親にマリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレイを
ファデュイって組織に引き渡した人物がいた。何？ファデュイだって？ファデュイを知ってるんだね。説明する手間が省けるよ。とにかくコレイを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられてた。だけどファデュイのところで過ごした日々は彼女にとって決して愉快な思い出じゃなかったんだ。彼女は強い。ずっと楽観的に振る舞ってるけど、未だに人から触れられた時恐怖を感じてしまうことがある。コレイはずっとたくさんの苦しみに耐えてきたんだな。そうだパイモン、コレイからの伝言がある。昨日君を驚かせたことを謝りたいらしい。それからごめんなさい、ずっと病気のことを黙っててとも言ってたよ。コレイは何にも悪いことしてないじゃないか。謝る必要なんかないんだ。うん、その言葉は次コレイに会うとき自分で伝えてよ。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い込んでた。僕の弟子に二度と同じような苦しみを与えないであげて。おう、ティナリ、任せてくれ。まあひどくはないよ。今回倒れたのはここ数日体力の消耗が激しかったからだ。薬も飲ませたし、ちょっと休めば治ると思う。でもコレイがガンダルバー村に来た当初は確かに今よりずっとマシだった。あの時彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、知識も学びたがってた。だから加わってもらったんだ。でも最近は体力がかなり落ちてきてる。適度な運動はずっと必要だけど、やっぱり長距離の巡回はもうやめておいた方がいい。さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。これから彼女の薬草を取りに行かなくちゃいけないから、話はここまで。連れて行ってくれ、ティナリ。オイラたちもコレイのために何かしたいんだ。まあいっか。だけどウリンは危険だし、旅人も療養中なんだから、道中は僕の指示通りに動いてね。いい？ああ、わかったぜ。じゃあ行こう。取りに行くのはサウマラタハスって植物だ。マリン病患者の体力を回復してくれる。ティナリ、その植物はどこに生えてるんだ？サウマラタハスはウリンに点在してる。ガンダルバー村の近くでもよく見かけるよ。名前からすると水のあるところで探した方が良さそうだな。うん、サウマラタハスは水生植物だからね。水面に浮かぶ大きな青い花みたいで結構目立つんだよ。でも実は花びらみたいに見えてるのは葉っぱと萼で、花はその真ん中にあるすごく小さなやつなんだ。あとスメールの植物は名前だけじゃ判断できないものが多い。例えばカルパラタハスはつる植物だし、スメールローズもバラじゃないんだ。そうなんだな。うっかりしてたぜ。ティナリと植物の話をする。行くぞ。
くだらない。サウマラタハスはこの近くに生えてるはず。手分けして探そう。君たちは4つ取ってきてくれたらいいよ。十分な薬草が取れたらこの近くで落ち合おう。行くぞ。サウマラタハスも集まったし、早くティナリと合流しようぜ。ティナリ、これで任務完了だぜ。どれどれ。うん、なかなかいいね。よく選んでくれてる。君たちの豊富な野外探索経験のおかげで時間を節約できた。おかげでついでに他の薬草も取れそうだよ。おい、ティナリさん。ティナリ、誰かがお前を呼んでいるぞ。服装からしてレンジャーみたいだな。うん、知り合いのアミルたちだ。みんな出発したばっかりなのにもう帰ってきたの？行ってみようか。まさかここで会えるとは。ガンダルバー村に帰ってティナリさんを探そうとしていたところだったんだ。何かあったの？ついさっきシーキを見つけたんです。シーキ？君たちのルートは1週間前に徹底して片付けたばかりなのに、こんなに早く現れるなんて。具体的な場所は？すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した場所は過酷の狭いエリアをほぼ塞いでたから、すぐ戻ってティナリさんを探すことにした。半径は？すまない、そこまではよく見えなかった。今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし、地域はまだ拡張し続けてるみたいだったのであまり近づかなかったんです。うん、その判断は正しい。今すぐ片付けに行くから、君たちはこの二人をガンダルバー村まで連れて戻ってあげて。待てよティナリ、なんでいきなりオイラたちを帰らせるんだよ。ああ、スメールに来たばかりじゃこの状況もわからないか。スメールのウリンでは今一部エリアに独特な異変が起きてるんだ。そのエリアを地域と呼んでる。地域は植物を枯らすだけじゃなく、動物や人の命まで奪う可能性がある。だから神の目がないものは近づいちゃダメだ。そういうことなんだ。この前ウリンには危険なエリアが存在すると言ったのも、君たちを脅かすためじゃない。神の目を持つ者、つまり元素力を操れる者だけが一定時間地域の侵食に耐えられる。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーはただ地域を見つけ位置を記録してティナリさんのようなプロに任せるのが仕事だ。何しろ地域の内部に足を踏み入れ地域を除去できるのはティナリさんたちだけだからな。でも神の目を持ってないみたいだが。安心しろ、こいつは確かに神の目を持ってないけど、元素力を使うことに関してはベテランと言っても過言じゃないぜ。へえ、どうやら君についての噂は本当らしいね。だったらいいだろう、一緒においで。
いつもは旅の人がガンダルバー村を離れるとき、地域を見分ける方法だけを教えるんだけど、今日は現地でできそうだ。ストップ。もう進んじゃダメ。前を見て。前、あそこら辺が灰色で植物も枯れてるみたいだ。空気にも灰のようなものが漂ってるし、鳥肌が立ったぞ。それが地域さ。旅人、僕はこれから地域の内部に入る。中には地域の病変があって、それを破壊できればこのエリアを救えるんだ。ありがとう。でも君はこれを処理したことがないし、無理だけはしないで。元素力を持っていたとしても、中に入るときっと気持ち悪くなる。もし耐えきれなかったら外に出て休んでて。何しろこれは命に関わるからね。さあ、行こう。まずは地域を維持してる枝を探そう。逃がせぬ。難攻不落。天道、ここにある。剣女盤石。一緒に遊ぼうよ。せっや、せっふ、甘い。た、や。ふ、甘い。暗算八九。や、よくできました。すべての枝が処理できたから、これで地域の腫瘍を処理できるよ。みんなは俺が守れ。難攻不落。ここだよ。くらえ。君が助けてくれたおかげで、こんなにも早くここを正常に戻すことができたよ。ティナリ、そう言ってるけど、なんだか冴えない顔だな。え、そんなにわかりやすかった？わかった。説明するよ。最近、地域の出現頻度がますます増えてきてさ。さっきみたいに、地域を除去しても間もなくまた新たな地域が現れちゃうんだ。僕の仕事が増えただけならまだ良かったんだけど、
地域はウリンのあらゆるところに影響を及ぼしてるんだよね。例えばさっきはこのエリアを正常に戻したけど、だからといってエリア内の植物がみんな生き返るわけじゃない。実際植物の数がかなり減ってる。この変化は植物に関わる動物たちにも影響を与えるだろう。結果ウリンの生態系が不安定になりつつあるんだ。それに地域の状況が深刻になり始めたことで、コレイのマリン病もどんどんひどくなってきた。え？なんでそうなるんだよ。具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前、教練員の知り合いから手紙をもらったんだけど、彼によれば多くの患者たちも同じような状況らしい。僕の知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに存在している。それに地域はこの世界の深いところから生まれるんだ。世界樹を知ってる？世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある。生物学的な意味の木じゃないけどね。まあ大きな木が逆さに生えているとでも考えてもらえばいいかな。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り、深くて広大な空洞から地表まで伸びてる。地脈はこの世界の記憶を吸収し続け、世界樹には古代から現代に至る世界のあらゆる情報と知恵が詰まっている。創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。創神の力は世界樹の力の現れとも言える。実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。うん、遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いたけど、その神秘的な精霊たちも世界樹の治療方法までは知らなかった。僕たちレンジャーはおそらく長い間地域に立ち向かわないといけないだろうね。さあ話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。ティナリさん、おかえり。お疲れ様。君たちがこの前見つけた地域はもう片付けたから安心して。ん？それはまずい。ハイパシアだ。
この迷彩鳥はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ？オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから、早く助けてくれって書いてあるんだ。ずっとあそこに座ってたのか？って、それよりなんで3本の線からこんな多くの情報がわかるんだよ。こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや、あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？あれ、オイラたちがか？でもハイパシアのところにはパラハームがあるだろう。こいつまた気を失ったりしないか？これを嗅いでみて、どう？感じは。あれ、もう大丈夫なのか？本当か？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼は草元素の能力をうまく扱えてただろ。だから大丈夫だって判断した。君たちに世界樹の根についての話をした時、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ。そう、あれは幻覚じゃないけど、この間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら、君が見えるものはスメール、さらに全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は君がスメールに信頼に値するかどうか見極める責任があった。でも君の行動は尊敬に値するものだった。だから僕ももう君には秘密にしておく必要がないと判断したんだ。実はあの時、君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど本当に答えてくれるのか？初めてあいつに会った時、オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。はい、ハイパシアへの弁当、これで彼女を助けてあげて。それからこっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば君たちの疑問に全部答えてくれると思うよ。いいんだ、こちらこそこの数日間はいろいろとありがとう。ハイパシアはまだ洞窟にいるんだな。早
くあいつの状況を確認しに行こうぜ。食べ物でも探しに行ったのか？オイラ、近くを探してくる。ここにいたのか。あれ、ハイパシアじゃないか。どうなってるんだ。お腹が空いた。寝相けど、今の状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。待った、急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ？外に出て確認しよう。あれ？洞窟の外がどうしてこんなことになっちゃってるんだ？一体何が起こって、オイラたちはどこにいるんだ？そうだよな。それじゃ周りを調べてみよう。そばにいてくれれば。ふう。壁立先人。
だ？周りの景色が突然変わったのか？いざ！逃げようなんて思わないでよね。天道、ここにある。揺らぐことなし。燃えろ！みんなは俺が守れ！くらえ！風だ！天道万象！くだらない。
場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。ベニー冒険団出発！他の人と一緒に冒険するのは久しぶりだ。行こうぜ。ベニー冒険団出発！
冒険だ冒険。まだ知る必要はない。アビスに使えよ。難攻不落、全力攻撃、天理チョーク。逃げようなんて思わないでよね。せ、剣女盤石くらえ。もう止められない。はあ、みんながそばにいてくれれば。風だ。くだらない西洋だ。無駄だ無能。ここだ。狂乱の波は無能。全然勝てない。なんでだ。これまでこいつらとは散々戦ってきたのに。旅人よ、これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽き、己の無力と弱さを思い知るがいい。妹ハッハッハッハ。旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか。それとも現実とは向き合いたくないか。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なものだが、もう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。どうしよう、外にもハイパシアがいないぞ。あ、ここにいたのか。調子はどうだ。甘い、はあ、よかった、まだ意識があるんだな。
無理もないな。ちょっとひどい様子だぜ。でも今はそんなことを言ってる場合じゃない。早くこいつを助けてやろうぜ。あれ、こいつの周り果物がたくさんあるぞ。あ、そうだ、この果物なら役に立つんじゃないか。どなた、ディナリかしら。ハイパシア、落ち着いてくれ。ティナリに頼まれてお前に食べ物をあげに来たんだ。ほら、あいつからの手紙だ。なるほど、あなたたちはティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの。あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか。もしかしてあなたもご覧になれるんですの。オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか。それに変な夢を見た。うわ、不思議すぎだろう。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ。私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら私が初めて彼らを見た時、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです、彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ、ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。あ、すみません、果汁をたくさん飲みましたのにまだお腹がペコペコみたいで。
ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹空いたしな。話は後にしよう。そうだな、鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ。この2つはオイラたちの得意料理だからな。わあ、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。ベニー冒険だ。できた料理をティナリから渡された弁当箱に入れよう。さっきオイラが洗っておいたぜ。うわ、いい匂いだな。この弁当見栄えもなかなかだ。さあハイパシアと一緒にご飯を食べよう。私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。ティナリからの手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教令院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界樹をつなげられるんだ。パラハームの主な原料はマハールッカ・デバータが創造した植物ですから、創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。大丈夫ですわ。スメールにしばらくいらっしゃればきっと理解できるはずですから。こいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ。それは彼の特殊体質によるものでしょう。お香によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ創神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はあ、それはよかったぜ。
正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おお、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ、学者ですもの。私は教令院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできませんけれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか。ハイパシア、お前はそれが怖くないのか。怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと宗神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに人に夢を見せる力があるなんて、おかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。え、そうなのか。ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば知恵はすなわち理性けれど、夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。そうですの、夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカ・デバータの恵みによって、人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して教令院の生徒になり、研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなったけれど、あの日私が驚かせてしまった彼は私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで、本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くなら、こんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか？申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう。今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし今後ここを通りかかるときは私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それに
またあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。くだらない。ティナリ、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろう。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界中が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある。気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のようなチロン派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。ほっほっ、この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して、正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前。はあ、もういいよ、行くとしよう。別に。教練員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ。
テビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？申し訳ないけど、あの方に謁見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから、知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう、紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るとき、あるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど、試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね、スメールを知恵の都市にした礎だっていう人もいるくらいだ。使い方は教練員の人が教えてくれるから、僕は出しゃばらないでおくよ。よし、それじゃあ準備してスメールシティに出発だ。でもその前に。その通り、ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、良くなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうから、そこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとう、ティナリ。それじゃあオイラたち行くよ。うん、じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。コレイならガンダルバー村の北の分かれ道だ。そこへ行けば彼女を見つけられると思うよ。安心して、彼女の面倒は僕が見るから。何とかして地域の変化とマリン病の関連性を一刻も早く突き止めるよ。コレイならガンダルバー村の北の分かれ道だ。そこへ行けば彼女を見つけられると思うよ。何か大きなプロジェクトが進んでいるらしい。僕の先生も参加したみたいだ。だけど今はウリンの様子が芳しくないし、コレイの面倒を見る人も必要だ。だから僕はガンダルバー村を離れるわけにはいかない。それに教練員の職位や名誉なんかには興味ないしね。先生が直々にここへいらして僕を責めるってことがない以上、僕の助けが絶対に必要だってほどじゃないはず。この前手紙の文面がやたら丁寧だったのには慣れなかったけどね。コレイならガンダルバー村の北の分かれ道だ。そこへ行けば彼女を見つけられると思うよ。うん、さよなら。あ、戻ってきたんだな。う、いや、今は行ってらっしゃいって言うべきかな。コレイ、ここで待っててくれてありがとうな。オイラたちこれからスメールシティに行くんだ。うん、安心して。しっかり体を休めて病気を治してみせるから。それにいつも発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。私はレンジャーだから、これからもみんなと一緒にウリンを守っていくんだ。それとごめんな、最初病気のことを教えられなくて。お前たちには同情されたくなかった。平等な友達でいたかったんだ。でも友達にはやっぱり真心で向き合うのが
一番大事だよな。コレイ、謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。昔のことを教えてくれてありがとな。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。うん、ありがとう。あ、そうだ、これをあげるよ。なんだこれ。ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど、笑わないでくれよ。うわー、やったー。これでこれからはあの美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃ、見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。またガンダルバー村に遊びに来てくれよ。私たちレンジャーは最善を尽くしてお前たちを助けるから。ちょいと待った。お二人さん、あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。うえ、なんでわかるんだ。アーカー社の中にあんたらの情報が入ってないからな。おっと、心配する必要はないぜ。スメールシティに入るのを止めてるわけじゃない。その逆で、教令員はスメールシティを訪れた旅の人に便利なツールを提供してるんだ。二人も聞いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識を集められる宝庫だ。教令員は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を開発した。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でよりスムーズに動作し、より威力を発揮できる。これがティナリの言ってたアーカー社端末だな。聞いた感じなんだかすごそうだな。二人は運がいいぜ。今まで教令員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカー社端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。さあ、これは二人へのアーカー社端末だ。どうぞ。もう、葉っぱみたいだな。手のひらに乗せて、神の知恵の声を聞けますようにと心の中で念じれば、それを起動することができるよ。これを使えば知識が得られるのなら、もしかしてクラクサナリデビに会える方法がわかるかも。とりあえず試してみようぜ。神の知恵の声を聞けますように。うわあ！一瞬で頭がこれの使い方を理解したぞ。特定のことを考えるだけで習得できるなんて、すっごく便利だな。そう、これがアーカー社の力だ。さあ、スメールシティへようこそ。宗神様の知恵があんたたちと共にありますように。
500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナ聖書に居住。おお、コレイが言ってたのと似てるな。次は創神様に謁見する方法を考える。あれ、無理やりこの問題について考えると何かを思い出せそうな、思い出せないような、微妙な感覚だな。頭が疲れた。うんうん、お前は頭の切れるやつだもんな。で、何を考えるんだ？私たちはスメールに着いたばかりの外国人だから、その問題の答えを得る資格がなかったりして。あ、涙が出そうだ。どうやらスメール人はこの亡くなった神を本当に恋しがってるみたいだな。お前も同じ感じか。安心したし。いろいろ試したけど、クラクサナリデビに会える方法は見つからなかったな。やっぱりティナリが紹介してくれた人に聞いてみようぜ。そいつはスメール人で教練員で働いてるみたいだし、きっとアーカー社からもっとたくさんの情報を得られるだろう。ティナリの手紙、住所が書いてあるぞ。門の近くみたいだ。そっちに行ってみようぜ。家にいてくれるといいんだけどな。全部記録しないと。そうですが、何かご用ですか？実は、ティナリがお前のことを紹介してくれて。何？ティナリだと？あ、いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これは、ティナリからお前への手紙だ。え、あの、どれどれ。はあ、びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい？クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか？創神様に？あ、私の得意分野じゃないが、いいだろう。アーカー社に聞いてみるよ。すまない。
アーカー社はこの問題については答えてくれない。え、お前もか？めちゃくちゃ大口を叩いてたからオイラたちよりたくさんの情報を手に入れられるんじゃないかと思ったのに。言っただろ、これは私の得意分野じゃないって。私は一階の研究員に過ぎない。アーカー社はきっと私には送信様の情報を知る必要がないと判断したんだ。だが私の知る限り、クラクサ・ナリデビ様はスメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り、送信様はいつも老去なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。じゃあどうすればいいんだ？まあ落ち着いてくれ。これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのもいいだろう。それにクラクサ・ナリデビ様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識やどうしてもできないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら1年で3本を発表できるだろう。うん、なるほどな。ありがとう、助けてくれて、それから諭してくれて。遠慮するな。他のこと、例えば教練院で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。これも教練院で生きるための一種のサバイバルスキルだ。はあ、まさかとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする？他の人に聞くって言ってもスメールに知り合いなんかいないしな。え、誰だ？あ、そうか、キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。だったら早くあいつに聞きに行こうぜ。これに面倒なことばかりだな。風よ、星と深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか？キャサリン、オイラたちクラクサ・ナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか？はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。申し訳ありません、アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人ともそう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理調整する役割も担っています。30人団？
変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスパンドさんはうちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして。幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあレグザー町に行こうぜ。こんな風に暇をもてあそぶことになるとは、笑えるな。こそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。話は聞かせてもらったぜ。こんにちは、アスファンド。オイラたち、ちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど。で、キャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、単刀直入すぎないか。はっはっは、しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。え？なんでそういうことになるんだ？教霊院を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、その信仰対象は今でもマハールッカ・デバータなんだ。奴らから見ればスメールを作ってアーカー社を残したのはマハールッカ・デバータの方で、クラクサ・ナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も教霊院の影響で自然とマハールッカ・デバータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、教霊院も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか。なんだかクラクサナリデビがかわいそうだな。どうかな。すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとう。
気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。方針に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探しても、クラクサなりデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサなりデビ様に興味があるの？お前は？あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサなりデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はトニアザード。実は私、クラクサナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が、最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら送信様に助けを求めようとした。送信様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに送信様の姿は見つけられなかった。彼は、ああ、神はきっと私を見捨てたんだって絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで？そしてついに男は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは送信様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか？あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちはどこにでも存在する。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も送信様の化身みたいね。ドニアザード、お前がクラクサナリデビの崇拝者なら、彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば知ってる？その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。おい、待てよ、どうしたんだ？人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか？ダメだぞ、せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか？見たぞ、そっちに行った。さあ追え。
あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。ドニアザード、ここだったんだな。もう遠くまで逃げたのかと思ってたぜ。あなたたちね。びっくりした。安心しろ、お前を追ってたやつらはオイラたちが巻いておいたぞ。え、そうなの？本当にありがとう。でも私を捕まえに来たのはあの人たちだけじゃないと思うわ。やっぱりあっちからも人が来た。おい、他にも追っ手がいるのか？だったらここに突っ立ってる場合じゃないだろう。早く逃げろ。待って、私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。うん、それがいいかも。港に酒場があるからそっちへ行きましょう。私が店の中に隠れるなんて思いもしないはずだわ。よし、じゃあお前は後ろからついてこい。オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。ここなら見つけられないでしょ。待って、やめて。ディシュ、お嬢様、こいつらは何者ですか？彼らは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから、旦那様と奥様はとても心配されてるんです。もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが、どうしても帰ってくださらないというなら、担いででもご自宅にお返しするしかありませんね。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理強いするんだよ。邪魔するな。あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが、ご両親に雇われた以上、雇い主に責任を果たさなきゃなりません。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？2倍？3倍？少し時間をくれれば何とか集めてみせるわ。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私は確かにモラが好きだが、
自分の原則を破るような真似はしない。雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだと囁くからあんたを探してたんです。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにもわがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ディシア、あなたは長いことうちにいるんだから、これくらい知ってるはずでしょ。ディシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度をとったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして、外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は、ま、旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった、ちゃんと話がついたみたいだな。あ、大丈夫よ、安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったらクラクサナリデビの話をもっと聞きたいしな。やっぱりここの方が一緒に合ってる。ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。フーマイ家のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。
慣れればそんなに悪くないよ。旦那、メニューを見せてくれ。あいよ。ん？こちらの方はひょっとして風魔池のお嬢さん？いや、お嬢さんがいらっしゃるなんて、この店で一番うまい料理を用意しないとね。マスター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、今はモラが必要なの。手持ちがあまりないからできるだけ節約したいわ。でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとね。そうだぞドニアザード、クラクサナリデビの話をしてくれるだけで感謝してるんだから。だったらデーツナンはいかが。うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。おいらはやだぞ。おい、おいら得意なスライム料理に不満でもあるのか。ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんなクラクサナリデビに興味がなかったんだ。お前はどうして彼女の崇拝者になったんだ。パイモン、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。え、本当か。ええ、子供の頃の話よ。私は病気になって、ほとんど一年中お部屋で横になってた。パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころか、アーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ひどい発作に襲われて、何日も朦朧とした状態で過ごしたことがあるの。ある夜目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで。誰、どうして私の名前を。どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。はあ、本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私どこにも行けないから何もできないの。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ。子供はみんな願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて、叶えてあげられるかも。じゃあ私の病気を治してくれる？ごめんなさい、それは今の力じゃまだできないわ。それじゃあ友達になってくれる？その後、いいわ、私はあなたのお友達よ、という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は
緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらに外には防災機や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。その後ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる、あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって私はその前に一度だってテイワットなんて言葉を聞いたことがなかったんだもの。ええ、絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと宗神様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の過信短日を準備してあげたかったからなのよ。過信短日？なんだそれ。過信短日はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハール・カデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話ではクラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時は、みんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。でも狂連院の影響でみんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。スメールにはマハールッカデバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、狂連院は全ての準備に参加する。でも過信短日に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカデバータ様が本当に逝去されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。ひどいじゃん。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカデバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。あの、周りに他のお客さんもいるからあまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも過信誕祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。私がクラクサナリデビ様のためにできることはこれくらいだから。待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？ええ、その最初に用意したモラじゃ足りなかったから、ニーローに私のスカートを売るように頼んだの。実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ、グランドバザールはここから少し離れてるから、おぶって行ってあげますよ。それは大変だから大丈夫よ。グズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょう。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。ええ、もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。
この同点も華やいできました。同点について。